こんにちは。アンサンブルスターズザステージパーティーライブ、ランナギサ役の松田岳です。なんかいつでもこうスイッチがこうパッと変われるように、なんか変身させてくださるスタッフの皆様に本当に感謝ですね。この姿で皆様に会えるパーティー、パーティーが好きであんましたことないんですけど楽しいパーティーできるように、たくさんのステージ、たくさんの曲、たくさんのライブ、キラキラを用意して待っていますので、ぜひぜひ楽しみに会場まで足を運んでくれたら嬉しいです。それでは皆様、会場でお待ちしております。ありがとうございました。こんにちは。アンサンブルスターズザステージパーティーライブ、三枝茨役の橋本真一です。ビジュアル撮影を今終えたんですけれども、これを着ただけでこう茨がまた戻ってくるような、懐かしくもあり、こうなんかホームに帰ってきたような安心感もあり、これを着れたことをまた着れるということを嬉しく思います。公演への意気込みなんですが、奇跡シリーズ2つで、出会わなかったキャラクターたちと今回パーティーライブで出会えるということが一つすごくワクワクで、楽しみにしています。そして、奇跡シリーズでこの、今までの2公演、2作品で培ってきたものとか感じてきたもの、作ってきた、積み重ねてきた絆みたいなものも全て詰め込んで、このパーティーライブに、みんなで挑めたらいいなと思っております。では会場で待っています。バイバイ。こんにちは。アンサンブルスターズザステージパーティーライブ、さざ波純役の岸本優太です。はい、ただいま、ビジュアル撮影の方を終えましたが、すごくこうなんていうんですか、ライブ公演用の衣装を着て、ものすごく楽しみになりましたし、それを皆さんに見てもらえるっていうことをワクワクしながら考えて取り組んだんですけど、それをね、皆さんも一緒に楽しんでほしいなと思ってます。はい、そして、ライブ公演ということで、やっぱりなんていうんですかね、ライブってすごくこうお客さんと一緒に楽しめるものなんじゃないかなって僕らも思っているので、まずは楽しむっていう気持ちを大事にしながらも、純くんとして大きい会場でパフォーマンスできることをすごく今から楽しみにしております。ということで皆様、会場で一緒に楽しみたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは。アンサンブルスターズザステージパーティーライブ、佐久間玲役の小南浩二です。たった今ですね、ビジュアル撮影が終わったんですけども、私、3年前に公演いたしました、ね、ER 組のアンセということで、なんか入る前はなんだろう、夢のような、なんかあまり実感がない状態で入ったんですけども、なんか懐かしいなって当時のことだったりとかも結構思い出してきて、今回のね、このね、パーティーライブ、今回も全力で楽しみたいなと思っております。なんかね、ふわふわしてるんですよ本当に。3年って長いですからね、皆さん。3年ですよ。中学校高校終わってますからね、その間皆さんもう成長してますから、みんなもね。はい、今回は総勢27名ということでね、全員で楽しく、ライブをね、成功させて皆さんに楽しんでいただけるように精一杯ね、楽しみたいと思いますので、見に来てください。皆さん、会場でお待ちしております。あ、緊張した。こんにちは。アンサンブルスターズザステージパーティーライブ、響き渡る役の安井一馬です。今ビジュアル撮影が終わったんですけれども、さっきまでね、なんか僕の周りに風船がたくさんあって、なんか渡るさんと風船ってめっちゃ合うなと思ってて、今回その風船があったんで、なんかちょっとワクワクしながら楽しく撮影させていただきました。4年前にすごく大きい会場でライブをした時の感動が未だに残っているので、またそれを超える感動を、僕も感じたいし、皆さんにも届けたいと思ってます。会場で皆さん、お待ちしてます。バイバイ。こんにちは。アンサンブルスターズザステージパーティーライブ、五木主役の山崎大輝です。ビジュアル撮影を終えまして、まずね、一番最初に僕が着させていただいたバルキリーの、ね、衣装に、身を包まれて、本当に久しぶりだなという、なんかいろんな思いが、この衣装を着たら帰ってきました。あの時の美月衆も僕の中に今帰ってきたような、そんな感じでございます。
そうですね、今回、ライブということで僕は初めて出させていただくんですけども、まあ、とにかくね、会場にいる皆さんをね楽しんでいただけるようなライブにしたいと思っております。いつき週なりに、はい、話しませていきたいなと思っております。それでは会場にてお待ちしております。バイバイ。こんにちは、アンサンブルスターズザステージパーティーライブ坂崎夏目役の木津翼です。皆様お久しぶりでございます。ただいまビジュアル撮影を終えました。久しぶりのですねユニット衣装を着させていただいて、なんかこう昔のことを思い出したりとかしてすごく感慨深いところがあったんですけど、こちらを着てまたライブができるということですごく僕自身も楽しみでございます。はい、皆さんぜひ楽しみにして来ていただければなと思います。よろしくお願いします。アンサンブルスターズザステージパーティーライブは3月25日26日の2日間ピアアリーナ MM にて公演します。チケットはただいま先行受付中、詳しくは公式サイトをチェックしてください。では皆様、会場でお待ちしてます。